場面は初球が重要と思います。いきました、まっすぐボール、角度ありますね、はい、でも早いね、早いですね、一球一球の重要度が違います。9回裏阪神、今年度開幕シリーズでいの一番に成功を挙げました関本。ウィリアムス、新加入の外国人投手の不安定さつけ込んで、なんとか苦労に苦労を重ねた戦い、阪神が勝利しました。これで阪神引き分け挟んで3連勝。崩せそうで崩せなかった平野に手こずりましたが、なんとか勝てました。今日はですから福本さん、ブラゼルの主君大きいですね。いや、もうブラゼルですね。ブラゼルですね。今日はクルスの西武にブラゼルが阪神の一員として同点ホームラン、そして出塁、はい、これがプレッシャーかけましたね。そうですね、はい、ブラゼルはお立ち台に呼ばれる可能性もありますね。うん、そうでしょう、大男ですが心優しきブラゼル、あの母の日にはね、ピンクのリストバンドをつけて母を思いながら試合に臨みました。マット・マートンも今日マルチ安打、好調継続中。阪神が昨年度の交流戦の中盤からピッチを上げていきました。そのニュアンスが出てきました。